おはようございます。今日は話題を3つお話ししようかと思います。まず1つ目は例のやつなんですけども、事業説明会11月の予定ができました。でこちらの方がリリースできましたので、合わせてですね、速稼塾の公式サイトの方に例のやつの11月のページをプラスいたしました。こちらの方にね、今11月の事業説明会の予定が表示されてますので、ダウンロードできますのでご利用いただければと思います。次なんですけども、 YouTube に関してです。花屋龍馬さんっていうね、花屋龍馬さん、花家ではなくて花屋龍馬さんなんですけども、こちらの YouTube をね、最近私はずっと見ていて、チャンネル登録者数こそ200人前後、そして再生数もね、100前後というところなんですけども、非常にね、内容が良かったなと思いながらずっと見てるんですよね。で、先日、一昨日ぐらいなんですけども、この花屋龍馬さんのことを取り上げる動画を私作りました。で、作るとですね、高級石焼き芋さんも同じように、花屋龍馬さんを取り上げてくださったんですかね。でこの2つの動画を花屋龍馬さん自身が見てですね、私別に URL をお渡ししたわけでも何でもないんですけども、見てですね、で素晴らしい動画を作ってくれたんですよ。これがまたね、教材動画としてものすごくいいものでした。あ、どうも玉木さん、おはようございます。それはですね、私の動画がどういう意図で作られていたのかっていうことをきちんと解説した動画だったんですよ。しかもそれが正解なんですよね。こういうふうにして YouTube 活動を皆さんね、進めていただければ自分も育つし、そして、取材したというかね、のテーマにした方も育つしということで、もうみんな良くなるわけなんですよ。ぜひね、この花屋龍馬さんの動画を見ていただければと思いまして、今日の更新情報に載せておきます。で3つ目の話題なんですけども、これは私事です。完全に、我が家に、もうすぐね、出産がございます。毎日ね、まあ、ゆうかちゃんも皆さんご存知、ゆうかちゃんもこわーっとお腹大きくなってね、もう今や出るか出るかって感じですけども、まあ、予定日10月31日の頃なんですけども、まあ、11月になるかもしれないですね。ということで26、27、今日明日ぐらいに生まれるかなと思って、もう予定をずっと入れてなかったんですけどね。で今日はね、私の住んでる町で福山アニメというね、アニメの祭典があるんですよ。これね、実はね、中国5県最大のアニメの祭典なんですよ。こちらの方に、宇宙戦艦ヤマトの2200、じゃあ2199とかね、2202とか最近ねリメイクがありますけども、こちらの方で、監督をしてくださってる、まあ、羽原監督がねいらっしゃって、トークショーを2日間やってくださるんですけども、この羽原監督っていうのは何を隠そうね、私の高校の先輩でございまして、もうすごくね嬉しいなと思います。私も今日はね、また沖田館長のコスプレで今日明日と臨みたいかなというところでございます。まあ、ちょっと話題それたんですけども、こちらの福山アニメもね、出産の予定が入らなくなったんでいけるかなってことなんですけども、さあそれではね、出産にどのぐらい今ね準備してるかということなんですけど、こっち行きましょうか。今ね、ベッドぐらいしかお見せできないかなと、私のリビングに来てくださった方もかなりいらっしゃると思いますけども、ね、ここにベッドがついて、待合用のソファーここにつけましたね。こういうふうにすぐにね、用事ができるようになってます。で布団はまだ出してないんですけども、こういうふうになっててですね、下の方にいろいろと、まあ、おむつとかね、お尻拭きとか哺乳瓶とかがいられるようになってます。皆さんからいただいたものもここに入ってます。はい、ちょっと汚れてますけどね、面談のためのテーブルをこちらに据えてということになってますね。もうね、次はね、子育てルームでございます。これね、会社の設備なんですけども、これからうちの会社で、働いてくださる方も育児をしながら仕事ができるような環境をね、この度作りました。育児ルームってやつですね。こういう風になってます。うん、ね、育児室、面談室と。でここにお子さんをお預けになって、出勤してくださる方はここで作業していただいてもいいですし、面談やミーティングも、ね、子育てしながらできますよっていうふうな、そういうふうな、ね、会社のワンルームになりました。はい、ということで今日は3点話題をお届けしましたね。例のやつと、それから何でしたっけ、あ、花屋龍馬さんのね動画が素晴らしいってことでね、皆さんも見てくださいね。花屋龍馬さんの動画を見て、ぜひねこれから花屋龍馬さんに応援のメッセージとか動画で YouTube の方送っていただいたらどうかなと思います。で花屋龍馬さんのところにきちんとねいいねを押して、チャンネル登録をして
花屋龍馬さんの動画素敵だったよって動画を作ると、花屋龍馬さんからありがとうねってことでね、また取り上げてくださると思いますんでね、ぜひお願いします。